宋三宋三は、新末から前漢初期にかけての武将、政治家。姓は、宋氏。意味名は三、字は、高四博。前漢の二代目の小国となった。功労の学を重んじた。子に、宋、がいる。爵位は、平陽港、送り名は異光、以降。宋三は、止水軍拝見の人で、旗の時代には、拝見の刑務所の属利だった。 昭家はその時の上司にあたり、共に顔が利く役人であった。劉邦が拒兵した時、中剣として従軍した。半旗連合の一員となった劉邦に従い、軍を率いて、旗進むの柴恵比寿を、剣の東方で撃破し、さらに将官と戦い、とは、牧洋、帝刀まで進撃し、臨在を占領した。さらに南下して、要求を救援し、 三河軍主の竜を撃ち滅ぼすなど各地で転戦して活躍した。別動隊の将となった劉邦に従って前進する時、旗進むの長墳と洋熊を攻撃してを攻略した。さらに洋城の東方で南洋軍の軍主の竜を撃破してこれを当てに敗走させた。間の東に新軍を攻め、さらに野衆をかけ大敗させ、ついに新の主と関与を落とした。 漢王となった劉邦により、将軍に引き立てられ、劉邦の下で祖軍を相手に転戦した。高祖元年に、漢に背いた、羽枝などを、今陽で打ち破り、さらに、大竹氏、ほどところ、柱天皇らも撃破した。高祖二年、仮左上将に任命された。ここからは、劉邦から離れて、関心の軍に従軍指摘、大、長聖などを破り、特に、 陳余の伏心である、大の僧の夏節を切り捨てた。劉邦と関心の軍は、皇帝を破りほぼ天下を平らげた。僧三は服従しない姓にとどまって、皇祖三年に、諏訪江の阿将の集乱を生け取るなどの手柄を立てて、関心の平定に従った。祖関戦争後の戦票での先行第一は誰かという、表において、数十箇所の傷を負いながらも、 前線で戦ったことから総参を押す声も大きかったが、結果的には、公表支援で、劉邦軍に耐えず、兵狼を、兵馬を支援し続けた昭家が選ばれた。官王朝を建てた、高祖劉邦は、総夫人が生んだ、諸長氏の竜声を、半身から召し上げた、聖国の王都市、総参を、聖国の小国とした。 当時の聖国は74条を数える大国であり、さらに最高位の神として、総参がなったことからも、功績の多さと評価の高さ、さらに両方からの信頼の厚さが伺える。高祖六年に、烈行の社会を賜り、平陽の1万630個を領地として授かった。背いた、陳期の将軍の長春を破り、これを捕虜にし処刑した。今度は、 英夫が背くと流声に従い、12万の軍勢を、引いて流法と共に大いに打ち破り、功を得た。慶帝元年、改めて総んは、政国の上昇に任じられた。総んは、長老や学者を召して、人民を安定させる方策を尋ねた。一見は、みんなバラバラだった。二公という人物がおり、皇帝と老子に詳しいと聞いて、彼を招聘し、 彼の意見を採用して、統治を行った。また、義母つら有能な人材を登用した。聖国の上昇となって9年間で、聖国は安定し、検証として称えられた。慶帝 2>, 2年、昇華が死去したことを聞いた。曹さんはすぐに、状況の準備をさせた。曹さんの予想通りすぐに死者が来た。 公認の聖国の上昇によく言い聞かせて後を託した。宋さんは、昇華と昔はとても仲が良かったが、将軍、上昇となってからは疎遠だった。しかし、昇華が死ぬ間際に自分の後継に推薦したのは、宋さんだけであった。宋さんは、漢の将国となったが、劉法と昇華が定めた、あらゆる事柄を変更しなかった。 軍や国の役人の中から出没で重厚な人柄の人物を選び、上昇の続間に任命した。役人のうちで言葉、文章が可烈で、名声を得たがる者は退りけた。総さんは昼も夜も豊か厚しな酒を飲み、政務に熱心には見えず、彼を尋ねた者は、いさめようとしたが、暇もなく酒を飲まされいさめられなかった。総さんは人が、 小さな過失を犯したのを見ると、それを覆い隠し表汰にしないようにしたので、小国府では事件は起きなかった。慶帝は、総主さんが職務放棄しているのをいぶかり、そのようにするのは自分を軽視しているからだ、と考えていた。そこで、総主さんの子の僧に自分の影をちらつかせず、いさめさせた。すると、総主さんは激怒し、我が子の僧を二百回鞭打った。 長儀の時、慶帝はそのことで、実は、自分がそうさせたのでありどうしてそんなことをしたのかと、総さんを責めた。総さんは冠を脱ぎ謝罪して、陛下にはご自分で判断なされまして、生命秀武の点で皇帝とどちらが上でしょうかと、どうた。慶帝は、自分は皇祖に及ばないと言った。また、総さんは、陛下は、 私の能力を見て昇華とどちらが優れていると思われますかと問うた。慶帝はあなたは及ばないだろうと言った。そこで、曹さんはその通りでございます。皇帝は昇華と共に天下を平定し法令はすでに明白です。我々はそれを遵守すればよいのですと言った。慶帝は納得して休息するようにと言った。曹さんは慶帝五年に死去。 移行の送り名を送られた。人民は、昇華は、ハットを作り、明白でよく整っている。総産が彼に代わり、遵守して改変しない。その正常な政治に、民は安らかで一つと歌った。以降の勘を朝でも一部例外を除き、小国が昇華と、総産ほどの功績の者がいないのでと永久欠番の、ような扱いになったことからも、後世でも、 宋さんの評価が高いことが伺える。柴仙は、軍事面の子は関心に従ったおかげ、旗の残酷な政治の後で人民と共に休息し、自然に任せたので天下の人々は皆その得を称えた、と評した。官兵洋高宋さんの墓宋さんの死後、宋、が次、旅行時代には、御子大部だった。宋、は、 旅山がクーデターを起こそうとしていることを察知し、チンペーラに伝えた結果、クーデターは失敗して、旅行一族を、漢王朝から引きずり下ろすこととなった。文帝が即位すると、御子大部を免ぜられ、平洋港となる。そのこの早期は、クレスワへ七国の乱で乱布と共に、二川西、側二川東軍を破る。早期のこの掃除が、平洋港を継ぎ、 武帝の姉である、平陽公主をめとるが、伝染病に感染し離縁させられ、平陽公主は衛生にとつぐ。宗寺と平陽公主の間のこの宗女が、平陽公を継ぎ、武帝の娘である守る長公主をめとる。宗女のこの宗主が、平陽公を継ぐが、大使の反乱に連座して、爵位を取り上げられる。先帝の代になり、 宋さんの功績を残すため宋さんのコ孫の宋記を見つけ、再び平洋公を継がせた。五巻末に登場した宋宗の実家は宋さんを祖先とする家である。ただし、宋宗の祖父の宋頭は漢願であり、宋さんの同僚である過去 A の子孫の宋数を養子に入れて宋の姓を名乗らせた。の修より、学列伝。 しかも落死の俗優落傷公、落信公、蝶葛ため新書滅、毛の人うのひと公密。落信公前治皇帝、老子のこと、明文をひとし、昇権師。落信公学皇帝、老子、その本詞公曰く川上武と、淵その書室川上武と京安規制、安規制京、もう盛り公、もう盛り公共、落傷公、落傷公共。 楽信公、楽信公共外交。二公共をひとし公密、二川西、ため総称国史。ありがとうございます。